氷川きよし商標問題で2年ぶり紅白出場ピンチ。加藤アヤナ、久本正美ら押し活が頼みの綱。新が通じるファミリーが側にいてくれて私は世界一、幸せ者です。深く感謝します。今月6日に47歳の誕生日を迎えた歌手の氷川きよしは、仲間にお祝いしてもらったことを自身のインスタグラムで報告。 氷川が思わず感激の言葉を漏らしたのには、大きな理由があるという。ザ・ドリフターズの加藤茶、81の妻でタレントの加藤あやな、36も、タレントの彦コマロ、57らと一緒に氷川をお祝いした際の写真をアップし、こうコメントしている。写真、変装もバレバレ周囲の客が恐れる和田アキコのパチンコ姿。 私の家族が病気で苦しんでる時に、キーナがリビングで歌を歌ってプレゼントしてくれて、大号泣した思い出がある。あれは一生忘れない。心が綺麗で面白くて最高の友です。氷川との特別な関係を告白した綾ヤは18日、タレントの鈴木奈々36とのツーショットをアップ。続けて。 17日に東京ガーデンシアターで開催された氷川のコンサートを鑑賞したと報告している。昨日は氷川清子とキーナのコンサート泣いたし、爆上げしたし、何より歌唱力に震えました。綾名が言及した氷川の復帰第一弾コンサートだが、16日、17日の東京会場はチケットセールスで苦戦が強いられたと報じられている。 氷川の全所属事務所、ながらプロ元関係者は、その背景にファン離れがあると話す。社長が強く反対したことで両者の関係は悪化し、独立の引き金となったと言われている氷川のイメチェンは、一般のファンからは好意的に受け止められましたが、デビュー以来の熱烈なファンほど、ビジュアルの変化や演歌以外の楽曲にチャレンジする氷川に違和感を覚えたと言います。 独立後の窮地を救ったのが、強い絆結ばれた仲間たちだという。全事務所の水森香りは紅白に21年連続出場。氷川が今年3月に独立した際、マネジャーら数名がついていきましたが、プロモーションに長けた人間はほぼ皆無です。それだけに、拡散力のある芸能人の仲間が今最も頼りになる存在でしょう。 全室ながらプロ元関係者。氷川のコンサートについて言及しているのは、あやなだけではない。キーちゃんのコンサートめっちゃ最高。圧巻の歌唱力。天下一品。どの曲もかっこよくて素敵でめちゃくちゃ感動した。タレントの久本雅美六66も氷川を熱烈に応援する一人で。 コンサートについて自身の SNS でこう言及した。コンサートを鑑賞した綾名や久本の他に、TM ネットワークのキネ直人がコンサートのスペシャルゲストで登場するなど、総価学会の仲間からサポートされている様子を隠そうとしていません。むしろ、結束の強さをアピールするかのように、各々が仲睦まじい様子をインスタなどにアップしています。先日、 学会員であることを告白した鈴木と綾菜も単なる芸能界の友人ではなく、信仰を共にする間柄。ピンチの時ほど、彼らの結びつきは発揮されるようです。週刊誌記者。独立を果たした氷川は、キーナ名義でも活動しているが、愛称記号キーナ記号をめぐる商標問題が全事務所との間でクリアになっていない。そのため、 期待されている2年ぶりの紅白歌合戦出場も危ぶまれているという。そろそろ紅白選考の時期を迎えますが、氷川の全事務所には、紅白に21回連続出場している水森香織が所属しています。トラブルを避けたい NHK の上層部が今年、氷川を出場させるかは微妙なところでしょう。スポーツ指揮者。心強い援軍を得た氷川 2年ぶりの紅白出場を実現させられるか。自由な生き方を勝ち取った氷川の完全復活に注目したい。マジ1ミリも見たくない、がっかり、ジェシー熱愛で、綾瀬はるかに辛辣コメント、11歳年上で昔の人扱いも。9月12日、女性セブンが報じた女優、綾瀬はるかとストーンズジェシーの4泊6日のラスベガス旅行。 帰国時の空港内では、二人がペアルックともれる上下黒系の服装をした写真が撮られている。写真あり、綾瀬はるかのドラマロケ。旅行先がラスベガスだったのは、ジェシーさんの父親の出身地だからだそうです。親戚の多くがラスベガスに住んでいるそうで、里帰りも兼ねていたのだと思われます。恋人を連れて里帰りしたということは、 二人の結婚も時間の問題ということでしょう。週刊誌記者。この報道を受け、SNS では写真撮られるなんてプロ意識がない。ストーンズ結成10周年の年に何をしているんだ。といったジェシーのファンの怒りが大勢を占めていたが、その矛先はついに綾瀬の方にも向きつつあるようだ。X にはこんな投稿が。綾瀬遥か結婚焦ってるんだろうか。 自分も長く芸能界にいていろんな熱愛報道されてきてるはずなのにアイドルが仕事の相手のこと全く考えてないように見える。ズドンのジェシーにもがっかりだけど、綾瀬はるかの方ががっかり。若いイケメンに大好き大好きされて浮かれすぎてるんじゃない職業考えてよ。ごめんけど、綾瀬はるかマジ1ミリも見たくない。 s k にとレノアの CM 流れたらすぐ買えるし商品絶対買わないし映画ドラマも見ない。さらに、あやせがジェシーより11歳年上であることから、X では昔の人といった指摘も。えと人周りも最上おばさんとはね。世間末に言うと、あやせはるかは昔ちょっと活躍してて、最近は CM でしか見ないほぼ過去の人で。 同世代の女優に比べて圧倒的に人気がない一方ジェシーはこれから苗を売り出してく人自業自得で混大ピンチだけど一方ストーンズファンの中では交際応援派も存在している様子だ彼らを祝福しているコメントも多いジェシーが綾瀬はるかと結婚したらめちゃめちゃ応援する責任とって結婚までしたなら外野は何も言えんよな 私は綾瀬墓に幸せになってほしいんよ。彼氏として存分に楽しませてやってくれよ。年の差交際から結婚まで突き進むのか。チームストーンズはやきもきする日々を過ごすことになりそうだ。